宅安王将鎌倉巡礼記は、江戸時代前期の臨済修奏、宅安双方が、寛永10年に鎌倉御山に巡配するため鎌倉を訪れた時の寄稿文。別第二、宅安王将鎌倉記、宅安王将鎌倉寄稿など。書かれたのは、鎌倉を訪れた直後ではなく、晩年と言われている。そのため鎌倉の後輩も、異性者は寺に対してどうあるべきかといった、 主張の題材として、鎌倉の寺院の後輩を扱うという傾向があり、実質的な記述が希薄と言われる。ただし、拓安双方は、生前に、これを何度も書き写しは人に与えており、また拓安双方死去から15年後に、反義が起こされて一般に留布したため、鎌倉を認識させる上では、非常に大きな影響を持った書き物である。拓安双方自筆のものは3つ残っており、 それを渡す相手によって細かな点で相違がある。例えば漢文が不得意な人に与えたものには行間に金をつけて読みやすくしているなどである。その自筆本の中で最も丁寧なものは、作家のおさらぎ次郎が持っていたもので、大名の若殿か姫君に渡したものかと思われるほどである。鎌倉木、国文学研究資料館、日本古典籍総合目録データベース。 2017年4月7日閲覧、ありがとうございます。